あ、コナン君、待ってたんだよ。実はね、動物の石を探して島のあちこちを見てたんだけど、そしたらね、森の奥でこんなものを見つけたの。何？スニーカーこれはイサムさんのものと同じナイバースのスニーカーだとんでもないもん見つけてきたな。しかも傷がついてる。京子さんはイサムさんは買ったばかりのスニーカーに傷をつけてしまったって言ってた。しかし現場にあったスニーカーには傷はついていなかった。そして今ここにスニーカーがもう一つ。やっぱり犯人の使ったトリックはこれだったんだ。何か分かった？ありがとう。きっと何かの手がかりになるよ。いやもうこれで事件解決だよ。じゃあ私たちは残りの謎の石碑を探してくるね。ありがとうあゆみちゃん、いい仕事したよ。よし行こうぜ。了解光彦が了解って言ってるの聞いたことないけどな。わかりましたとかやろ。さてそんなみんなに説明する前にもう一度今回の事件について考えを整理しておこう。あ、なんだ。さとみさんの姉妹の家系に伝わる黄金像の謎を解明するつもりが、とんな事件になってしまった。連続殺人事件の手がかりは全て揃った。推理パートみたいなのあんのかな。今まで分かったことについて確認しておいた方がいいな。俺たちが島に来ていきなり目撃した事件。屋敷の庭で墜落死した宮田さん。宮田さんが落ちてきたと思われる4階の書斎の窓の内側には小さなガラスの破片が落ちていた。窓を突き破って外に落ちたなら破片も外に落ちるはずだけど、部屋の中に落ちていたガラスはあらかじめ割ってあった。風で吹き込まれた別のガラスの破片、あらかじめ割ってあっただね。そうだ、あのガラスは宮田さんが落ちてきた時に割れたように見せかけるためにあらかじめ割ってあったんだ。部屋の中で窓を割り、その破片を回収するとき見落としたんだろう。そうやってあらかじめ割っておいた窓のガラスの破片を犯人は、燃えないゴミへ、やかましいわそんな選択肢を用意するんじゃない。窓の外へ落とした。屋根の上だよね。宮田さんが置かれてたとこってことだよね。屋根の上にもガラスの破片が落ちてたってことは、犯人はガラスの破片を屋根の上に運んでいったんだ。そうでなければあんなところにガラスの破片が落ちてるわけがない。あの時本当に宮田さんが落ちてきたのは、4階の書斎から屋根の上から、実は落ちてきたのではない、屋根の上からだよ。ガラスの破片と一緒に屋根の上から落とされたと考えるのが一番自然だ。おそらく犯人は睡眠薬か何かで眠らされた宮田さんを屋根の上に運び、宮田さんが目覚めて体を動かしたらすぐに落ちてしまうような場所に宮田さんの体を横たえた。そして集めたガラスの破片を宮田さんの上に置いておいたんだ。そして宮田さんが屋根から落ちればガラスの破片も一緒に落ちてくる。こんな、なんか死因とかほんまに警察が調べ出したらバレそうなもんだけどね。眠らせただけではいつ宮田さんが目覚めるかわからない。俺たちが屋敷に着いたタイミングで宮田さんが屋根の上から落ちてくるように犯人は、携帯じゃない？携帯を鳴らした。宮田さんの上着の内ポケットには携帯電話が入っていた。これがなれば眠っていた宮田さんは目を覚まし、そんな都合よく行くかねそうだと思いながら進めてるけど、携帯を取ろうとする。そしてあの不安定な屋根の上から、その携帯をどうやって鳴らしたんだろう。犯人が俺を睨んでる暗示だとするとアリバイを成立させるためには、公衆電話でかけた、アラームをセットした、自分の携帯から、あのあれでしょ、大時計から見つかった携帯電話でしょ絶対。じゃあ自分の携帯からかけたんじゃないの。広間の大時計の中に隠してあった携帯、これで宮田さんを呼び出した。これならポケットに忍ばせておいてタイミングを測って呼び出しボタンを押せばいい。あの人だったら事件の後、所持品を検査されても見つからないように大時計の中に隠すのも簡単だ。え、高村さんってことはないよね。犯人の思惑通りに誠一さんはちょうど書斎にいたわけだけど、あの時誠一さんはメールで呼び出されただよね。忘れ物を取りに来た。里美さんたちを迎えに来た。兄さんだよバーンみたいなメールで呼び出された。誠一さんの家のパソコンに残されていた電子メール、あれは宮田さんからの呼び出しのメールだった。もともと宮田さんと連絡を取り合っていた誠一さんはその言葉に従って書斎へ。誠一さんを陥れた犯人は2人の関係を知っていたっていうことは、呼び出しのメールも犯人の狙いが読めてきたな。よし、宮田さんが殺された事件に関しては大体こんなところだろう。やはり誠一さんは陥れられただけで真犯人は別にいる。最初の勇さんが殺された事件については誠一さんが犯人なんだろうか。
そうでないとしたら姉湯は密室と言っていい状態だった。一体どうやって犯人はイサムさんを殺し、足跡も残さずに逃げたのか。同じサイズデザインのナイバースのスニーカーが2つ見つかったが、1つはイサムさん本人のものだとして、もう1つのスニーカーは、あ、犯人はクニオか。俺イサムって言ってたよね。イサムがもう1つ買ってた。犯人が買った。小五郎が履いてた。なんでだよどう考えても犯人が買ったやろイサムさんのものと同じスニーカーがもう1つあり、それがすり替えられていたところを見ると、犯人がスニーカーを買って、それを何らかのトリックに使ったと考えるのが自然だろう。クニオしかいないやん。イサムさんは出たばかりの新製品を早速買ってくるほどのスニーカーのマニアだった。なのになんであんな雨の日に、別の靴もあるというのに、買ったばかりのナイバースのスニーカーを履いて外出して、ミスミススニーカーを泥だらけにしたりしたんだろう。傷がついてたからクニオに見せるため外出はしていない。外出はしていないじゃない。これは実はイサムさんは外出しなかったんだ。現場の状況から見てそう考えるべきだろう。これで引っかかっていた謎が一つ解けた。現場には2種類の足跡が残っていた。まずクニオさんの家からイサムさんの家へ続いていた足跡。この足跡の主はイサム・セイイチ・それ以外の人。イサム・セイイチ・それ以外の人。それ以外の人だよね。クニオでしょ。だよね、クニオ。イサムさんのものともセイイチさんのものとも考えられない。これは二人以外の別の人物。つまり真犯人が残した足跡なんだ。あの足跡が犯人のものなんだとしたら、いろいろな謎が解ける。足跡はイサムさんの家に入っていくものしか残ってなかった。犯人が誠一さん以外にいるとしたら、犯人が抜け出した手段は後ろ向きに歩いただよね。屋根から出た。なんでだよ。雨が止む前に抜け出した。後ろ向きに歩いた。地面に残っていた2種類の足跡。一つは平均的に重心がかかっているのに、もう一つはつま先に重心がかかりすぎている。この違いは後ろ向きに歩いたってことだ。家に入った時のものだと見えた足跡は、実は後ろ向きに出ていった時のものだったんだ。これが犯人がイサムさんの家から抜け出したトリックだ。現場にはもう一つ庭をぐるりと回って玄関に戻ってくる足跡があったけど、イサムさんや誠一さんがこんな足跡を残す必要があったとは考えられない。そりゃそうだね。これをまた犯人が残した足跡ではないだろうか。犯人があんな風に庭を一周して足跡を残したのは、泥をつけるため、足跡を確認するため、戻る時の練習のため。泥でしょなんかなバカっぽいんだよな。他の選択肢が泥をつけるため、スニーカーに泥をつけるために歩いてきたんだ。犯人は2つあるスニーカーのうち1つを家に残してきた。さもイサムさんがそのスニーカーで戻ってきたように見せかけるためだ。しかし家に残してくるスニーカーの方にも泥の中を歩いてきたような跡がなければ偽装だとバレてしまう。そこで犯人はまず家に残してくる方のスニーカーを履いて庭をぐるりと回ってきてスニーカーに泥をつけ、そしてもう一つのスニーカーに履き替えて後ろ向きに家から出ていったんだ。犯人の使ったトリックは分かった。でもなんだって犯人はよりによってナイバースを買ってきたんだろう。イサムさんの家には他にももっと安い靴があったし、雨の日には履くことを考えればナイバースのスニーカーだと。なぜそんな日に履いたのかと疑われてしまうと分かっているのに、有名だからフィットするからもう上2つが絶対違うことがもう分かるもん。すり減ってないから、だから新しい靴やから、あれだね、すり替えた時にすり減ってなかったらバレないってことだね。オッケーもうなんかどっちでもいけんな、これ。普通に推理しても分かるし、消去法でもいけんな。すり減ってないから。人の歩き方はそれぞれに癖があるから、靴底のすり減り方は人によって違うものだ。だから長く履いてる靴の場合、同じ靴を買ってきても靴底のすり減り方を見れば誰の靴か分かってしまうから。犯人はイサムさんが一番最近に買ってまだ何回も履いていないナイバースのスニーカーを選んだんだ。よし、これで今回の事件の概要ははっきりした。みんなを集めて事件解決だ。どうだろう、さすがに行ったと思うんやけど。洋館2階客室。なあ姉ちゃん、おじさんがね、謎は解けたから。あれどうしたの。あ、コナン君、さとみさんがね、誠一さんに会いに行ったんだって。
え？さっき戻ってきてね、クニオさんが誠一兄さんを見つけたらしくて、でもクニオさん兄さんの無実を信じてるから、村の外れの空き家にしばらくかくまって話を聞くんだって。これよくない流れですね。それで姉さんも話がしたいだろうからって、警察に見つからないようにこっそり兄さんと会わせてくれるって言って。それで里美さんは？うん、兄さんに会ってくるって村に行ったわ。でもよかったわね、お兄さんが無事で。これで誠一さんの無実を証明できれば。これまずい流れですよ。やばい、里美さんが危ない。おお、新 BGM。 え、コナン君なんか言った？僕も誠一さんに会ってくる。え、ダメよコナン君、内緒で会ってるんだから。あ、でもさっき警察の人がなんか慌ててて村に向かって行ったよ。まさかバレちゃったのかしら。大変、私急いで知らせてくる。よし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 。あ、ちょいちょい、いつもの高速スピードで移動しろよ。あ、待ってよな、私たちも行くわよ。いや、もうもっと君らすごいスピードで走れるの知ってるぞ俺。で、これ普通に洋館から出ればいいのか。あ、おっちゃん、おっちゃん行くよ。なんだ、ケースを書いて何かあったのか。誠一さんが見つかったんだ。何、誠一さんが。よし、名探偵の出番だな。行くよ、みんな。行くよ、行くよ。おう、京子さん。あ、コナン君、大変なの。実はついさっき、村に誠一さんが現れて。え？それで、国夫さんと喧嘩が始まっちゃって。それで、近くに里美さんはいなかった？里美さん？いたけど、もう村中が大騒ぎで大変なの。カオスやな。里美さんは無事？無事よ。それがどうかしたの？よかった。で、蘭姉ちゃんや心おじさんは？なんか国王としてはまさか本当に政治が出てくるとは思ってなかったってとこか。ここに登ってくる途中で会ったから話したわ。みんな村へ行ったわよ。わかった、僕も行ってくる。京子さんも行こうよ。行くのかよ。なんで行くんだよ。どうなる？もうそろそろ解決では。おお。あ、誠一さん。誠一兄さん捕まっちゃったの？あのメガネの人が誠一兄さんかな？あの奥のおっちゃん誰？一体何があったの？話せ！僕は何も悪いことはしていない！これメガネ取ったらイケメンパターンやな。見苦しいぞ誠一！もうここまで来て言い訳は聞かない！素直に罪を認めるんだ！兄さん！失礼！ちょっと通してくださいよ！いやあ、どうもどうも。ほうほう、とうとう誠一さんが捕まったのですな？おう、毛利さん！あなた、いや、これはどうも、私、探偵の毛利小五郎と申します。今回の件にもちょっとばかりかかっておりましてな。あなたの行方もずっと探していたのですが、さて、何があったのかご説明願えますか？どうもこうもありませんよ。誠一がとうとう僕まで殺そうとしたんです。ほうほう。それはあなたが妹、里見を殺そうとしてたからだ。おーおーおー、いいタイミングで帰ってきてくれたんだね。グッジョブ誠一。そんな言い訳は聞くものか。僕が里美さんと一緒に歩いたところにお前がいきなり襲いかかってきたんじゃないか。里美さんを見てましたよね。私振り向いたらいきなり国夫さんとお兄さんが揉み合っていたんで、何が何だか。そんな状況になるまで気づかなかったの？僕が大声を出して村の人を呼んだから助かったんです。誠一、俺はお前のことを信じてたのに、よくそんなこと言うぜ。真犯人さんよ。嘘だ、お前は里美を後ろから殴り殺そうとしていた。だから僕は止めに入ったんだ。そんな道端で殴り殺そうとしたの？しかもよくそんなタイミングで見つけたね、誠一さんも。あんだけ念入りにさ、周到に事件の準備してきたのに、急に棒に振ろうとするやん、国夫さん。まあ、落ち着きだな、誠一君。女らしくついてきて取り調べをきちんと受けるんだ。これで誠一さんから話を聞けるわけだが、本当に犯人は誠一さんなんだろうか。違うよ、もう。とりあえず、里見さんは無事だったようで、安心だ。じゃあ、お茶を麻酔銃で眠らせて、と。ちょっと簡単に言うけど。いや！そんな簡単に言うけど、もうおっちゃん大変なことになってるよ、首筋。おっと、駐在さん。誠一さんを連行するには及びませんよ。はぁ？誠一さんは真犯人ではありませんからね。この事件の真犯人は別にいます。なんだって？おめえだよ。兄さん、
はあ、しかし誠一君を連行せんことには取り調べも進まんのですが。なあに、事件の解決のために必要な証言はここで聞けばいいまでです。もうすでに謎は解けていますからね。はあ、真犯人はうまく誠一さんを陥れ犯人に仕立て上げたつもりだったのでしょうが、いくつかの致命的なミスを犯していたのです。しかし今回の殺人事件の状況を見ると、誠一君以外に犯人は考えられないではないですか。それが犯人の罠、犯人はトリックを使ってそのように見せかけたのです。しかしこの事件の謎は全て解けました。今から全てご説明しましょう。よろしく頼むよ。まず第一の殺人、この事件は現場に残された足跡が決め手となって誠一さんが疑われたんでしたね。はい、被害者であるイサムさんの家から犯行時間以降出てきた足跡がなかったわけですから、朝現場にいた誠一君が犯人ということになったわけですな。しかし考えてもみてください。もし誠一さんが犯人なら、イサムさんを殺した後なぜ逃げもせずに朝までイサムさんの家にいたのでしょう。そんなことをしたら疑われると分かっているのに。足跡が残るからじゃないですかな。現場に誠一君の靴の足跡が残っとったら、どの道彼が犯人とバレますからな。それならイサムさんの靴を履いて逃げればいい。現場の家にはイサムさんの靴も何足もありましたからね。そういえばそうですな、確かに。言われてみれば結構ポンコツな話だな、それ。そこが怪しいのですよ。これではあまりにも誠一さんを疑えと言っているようだ。では順を追ってご説明しましょう。まず我々はこう考えていました。犯行当夜、イサムさんは国尾さんの家に遊びに来ていた。雨が降っている間、イサムさんと国尾さんは一緒に飲んでいて、やがて雨が止んだのでイサムさんは自分の家に帰っていった。そして雨が上がったばかりの地面にイサムさんのスニーカーの跡がついて、家に向かう足跡が残された。この後イサムさんは殺され、あらかじめイサムさんの家に潜伏していた誠一さんが実行犯だろうと考えたわけです。そうです。現場に残された足跡は国の家から帰ってきたものと、何を思ったのか家の周りを一周する同じスニーカーの足跡だっけ。もし他に犯人がいたのだとすれば、犯人はどうやって殺人現場から逃げたというのです。犯人が家から逃げていった時の足跡がないじゃないですか。それがあったんですよ。犯人の足跡はちゃんと現場に残されていたんです。我々がまさかそれが犯人の足跡だとは気づかなかっただけでね。なんですと？めぐれ警部の役割みたいになってる。それはですね、まず事件当夜、イサムさんは国尾さんの家になど行ってなかったのです。イサムさんと犯人は一緒にイサムさんの家にいたんですよ。お前ですよ犯人。誠一さんがその時犯人に会っていたかどうかは分かりません。それはおいおい誠一さんが証言してくれるでしょう。とにかくまず最初に誠一さんが眠りました。おそらく薬を盛られたのでしょう。誠一さんはそのまま翌朝まで目を覚ましませんでした。そして犯人は雨が降り止んだことを知り、かねてより計画していた犯行を実行する。絶好のチャンスが巡ってきたのを知り、凶器の花瓶で勇さんを撲殺したのです。絶好のチャンス？犯人は密かに勇さんのものと同じナイバースのスニーカーを買っており、その日も隠して持ってきていました。これから説明するトリックを実行するためです。まず犯人はスニーカーを履いて家の周りを一回りします。これはイサムさんのスニーカーが泥で汚れてないと、イサムさんが国尾さんの家から帰ってきたという説明がつかなくなってしまうためです。その後、今度は自分のスニーカーを履いて国尾さんの家に帰ります。そう、後ろ向きに歩きながらです。後ろ向き、そうか、なるほど。イサムさんが帰ってきたものだと思われた足跡は、実は犯人がイサムさんの家を出ていく時のものだったんですな。現場に残された2つの足跡のうち、国尾さんの家から続くものが何か不自然な感じがしていたのですが、それは重心がつま先にかかっていたからなのです。前方に向かって歩く時の足跡は全体に均一に重心がかかるはずです。現に勇さんの家の周りを歩いて回っている足跡はそうなっておりました。しかし国尾さんの家から伸びている足跡はつま先の方が極端に深くなっていた。これはつまりこの足跡が後ろ向きに歩いたものだということなんですよ。違いますか、島村邦夫さん。
何を言ってるだ、僕が犯人だというのか。しかいないんだよもう。姉浦、あんたの家、周りに足跡は一つしかなかった。あんたの家からイサムさんの家に続く足跡、それだけです。もしこれが本当にイサムさんのものであれば、確かにあの夜雨が止んだ後、あなたが家を出られたはずがない。あなたのアリバイは立証されるわけです。しかし、もし犯人がこのトリックを使ってイサムさんの家から脱出したとすると、そう、あなたの家から出ていく足跡は他にはなかったんですよ。犯人はイサムさんの家を出てあなたの家に行き、そこから出なかったことになる。つまり、翌朝京子さんがあなたの家を訪ねたとき、あなたの家にいた唯一の人物、あなたがこの事件の犯人だということです。そんなの、犯人がそんなトリックを使ったってどうしてわかるんです。証拠がないじゃないか。証拠がもう犯人が言うやつですね。それ犯人が言うゼリフだからね、邦夫さん。証拠あるのか。証拠は、そんな憶測で物を言うなんて、あんたそれでも名探偵か。証拠はありますよ。あなたは致命的なミスを犯していたんです。同じナイバースのスニーカー、それもピカピカの新品だから、どっちがどっちが誰にも区別はつかないと思ったんでしょう。そう、実際あなた自身も間違えてしまった。ご存知ありませんでしたか、あなたが履いて帰ったスニーカーはあなたが履いてきたものではなく、もともとイサムさんの家にあったものだったんですよ。バカだな。あなたは知らなかったかもしれませんが、イサムさんは買って早々にスニーカーに傷をつけてしまったんですよ。ところが現場に残されていたスニーカーにはそんな傷はどこにもなかった。そうです、あるわけがない。あなたが間違えて回収してしまったのですからね。あなたが森に捨てたイサムさんのスニーカーが発見されましたよ。森に捨てんな、海に捨てろ。海に捨てに行くぐらいのチャンスはいくらでもあったでしょう。バカだな。うちの子供たちが遊んでる途中で見つけてきました。海に捨てればどこかに行ったかもしれないのに。しかし、なんで僕がイサムさんを殺す必要があるんだ。彼が死ねば相続権が転がり込む誠一の方がよほど動機がある。違うんだな。それにそうだ、宮田君を殺したのはどう見たって誠一だ。あの時僕はあなたたちと一緒だった。どうやったって宮田君を突き落とすことなんてできやしないぞ。誠一が秘密を知った宮田君を殺したんじゃなかったのか。だいたい誠一が犯人じゃないなら、なんであの時逃げた。犯人だから逃げたんだろ。ほら、さっさと誠一を捕まえろよ。それがあんたらの仕事だろ。もう犯人感がもうビンビンないような。誠一さんが逃げたのはある理由があったからです。が、その前に2つ目の殺人事件についてご説明いたしましょう。ここで殺された宮田さんと誠一さんの関係についてご説明しておきましょう。もともと誠一さんは島村家の外で生まれ育った方で、島村家の人々には馴染めない部分があったようです。僕はもともと島村家の家督相続にふさわしい人間なんかじゃないんです。そんな誠一さんの親友であったのが宮田さんです。今回の事件で誠一さんが襲われる身になっても、宮田さんは彼を疑うどころか助けようとしていたようです。そうですね。はい。私たちが島に着いた時、京子さんが屋敷の食料がなくなるのが早いと言っていましたが、あれは誠一さんに分け与えていたからでしょう。私がこのことに気づいたのは、誠一さんと宮田さんが電子メールで連絡を取り合っていたことを知ったからです。お互いに悩みや相談をずっとやり取りしていて、その通信は誠一さんが勇さん殺しの疑いをかけられて逃亡生活に入ってからもずっと続けられていたのです。宮田さんからのメールは誠一さんのパソコンから携帯電話に転送されています。誠一さんは携帯電話から宮田さんにメールを送っていました。携帯電話、そう、最近の携帯電話は電子メールの送受信もできるのですよ。はあ、そうなんですか。ちょっと黙っててもらっていいですか、おじいさん。さて、この通信の秘密を知った邦夫さんは、このまま宮田さんが誠一さんをかばい続け調査を続けていれば、いずれ自分が犯人である証拠を見つけられてしまう恐れがあると考えた。そこで宮田さんを殺す計画を実行に移したのです。証拠品全部海に流せばよかったのに。嘘だ、そんなこと当てすっぽうで言ってるだけだ。大体僕に宮田君を殺せたはずがないじゃないか。宮田さんが墜落死した時、あなたが、私たちと一緒にいたからですか。しかしあなたは私たちのすぐそばにいて、ほんの指先を動かしただけで宮田さんを転落させたのですよ、邦夫さん。何ですと。これもちょっと無理があるトリックだけどね。どういうことです。ご説明いたしましょう。これ本当に豪昌先生が考えてくれた。
青山剛昌先生が、我々は現場の状況から、宮田さんは4階の書斎から落ちてきたばかりと考えていた。何しろ4階の書斎の窓ガラスが割れており、宮田さんの遺体の周りにはガラスの破片が散らばっていたのですからね。ところがそうではなかった。宮田さんは屋根の上から落ちてきたんですよ。屋根の？そう、宮田さんは眠らされてて屋根の上に運び上げられ、そして屋根のへりギリギリのところにうつ伏せに寝かされていたのです。犯人国尾さんはその体の上にあらかじめ割っておいた書斎の窓のガラス破片を、置いておいたのです。書斎の窓の内側にガラス破片が落ちていました。宮田さんが窓を突き破って落ちてきたのなら、破片は外へ落ちるはずです。これは犯人があらかじめ屋内でガラスを割って破片を回収した時に見落とした破片、つまり窓ガラスが自然に割られていた証拠です。そして犯人は回収した窓ガラスを屋根の上に持っていった。私は屋根の上にガラス破片が落ちているのを見つけました。それが窓ガラスがあらかじめ割られてて破片が運ばれていたとの証拠です。つまり我々が4階から落ちてきたものだと思っていた宮田さんの体もガラスも共に屋敷の屋根の上から落ちてきたものだったんですよ。そして電子メールによる通信に気づいた国尾さんは、宮田さんのふりをして誠一さんに犯行時間に書斎に来るよう呼び出しのメールを送りました。書斎にあった宮田さんのパソコンからは送信記録が消されていましたが、誠一さんの家のパソコンには受信記録がしっかり残っていましたよ。誠一さん自身は逃亡中に携帯電話のメール転送機能を使ってこの呼び出しのメールを読んだんでしょう。犯行時間に書斎にやってきました。そしてちょうどその時宮田さんは目を覚まして屋根の上から落ちる。ちょっと待ってください毛利さん、宮田君が目を覚ましても屋根から落ちるとは限らないのではないですかな。誰もが思ってる疑問。確かに傾斜のついた屋根の上は不安定には違いないが、だからって必ず転げ落ちるとは限らない。第一、宮田君がいつ目を覚ますかもわからんではないですか。確かにね。そう、ここでもまた携帯電話が使われたのですよ。携帯電話？墜落した宮田さんの内ポケットには携帯電話が入っていました。屋根の上にうつ伏せに寝かされていた宮田さんの携帯に国尾さんは、いやだからさ、いくら携帯で起こしたっつっても起きなかったらどうしてたんやろな。宮田起きろとか言われてたから我々に気づかれないよう密かに自分の携帯から呼び出しをかけます。着信を知らせるバイブレーションに宮田さんは目を覚まします。うつ伏せの宮田さんが内ポケットに携帯を取るためには、そうか、寝返りを打つ。あまあまだもうちょっとマシになったかな。その仮説は。その通り。右利きの宮田さんが左の内ポケットの携帯を取るには、当然右肩を持ち上げる形で寝返りを打つはずです。そして宮田さんが、そう、体を傾けると自然に転落するように、犯人は計算して宮田さんを屋根の上に寝かせておいたのです。島に到着した私たちが山道を登ってきて、寝返り打って先に落ちたらどうするつもりだったよな。ちょうど屋敷の前に来た時、私たちに同行した国尾さんは密かにポケットの携帯を操作して宮田さんの携帯を鳴らします。かくして宮田さんは悲鳴を上げて落下します。悪意があるな、あのドット絵に。国尾さんは声を上げ、私たちは宮田さんが落下するところを目撃します。かくして私たちは事件の目撃者となりって顔してんな宮田さん。国尾さんのアリバイを証明することになったわけです。一方、書斎にいた誠一さんも宮田さんの悲鳴に気づいて窓の外を見ます。その瞬間、国尾さんはまたも声を上げ、私たちはそれに従って上を見上げ、ガラスの割れた書斎の窓から顔を覗かせている誠一さんを目撃し、殺人犯の容疑はまたも犯人の計画通り誠一さんにかかったというわけです。そして国尾さんは誠一さんを追いかけるふりをして屋敷に駆け込み、隙を見て自分の携帯電話を屋敷のホールの大時計の中に隠しました。取り調べの時に自分が携帯を持っているのが知られたら、トリックが見破られるのではないかと恐れたのでしょうね。しかし隠した携帯が大時計の時間を狂わせてしまったのは計算外の出来事でしたね。ほら、この通り、私はあなたの携帯電話を見つけたのですよ。この携帯電話、この携帯電話だよね。なんてこった、やっちまった、海に流しておけばよかった。誠一さん、今の推理であなたの体験したことと食い違いはないですな。はい、まさにおっしゃる通りです。毛利さん、疑いを晴らしていただいてありがとうございます。ほらイケメン、最初に逮捕された時、僕は自分の無実を証明できるとしても
かなり時間がかかるのではないかと考えたんです。妹たち、里美とミキが黄金像を見つけたというニュースはその時すでにこの島でも知れ渡り大騒ぎになっていたのです。ご存知の通り、ついになった黄金像が揃うと、それによってこの島に隠された秘宝への道が開かれると言われています。イサム君の殺された現場からこの島にあった黄金像が消えていた。つまり犯人の目的は黄金像にまつわる財宝なのだろうと思った僕は、3日後島に来る里美たちも犯人に狙われるのではと恐れたのです。ああ、だから里美さん殺されそうになったのか、さっき、彼女たちを守るためには捕まっていられないと考え、僕は脱走したんです。おお、いい話。しかしそのために宮田君を巻き込んでしまった。兄さん、気を落とさんことじゃ、君の無実が証明されて宮田君も喜んどるよ。適当なこと言いやがって。くそ、もう少し、あと少しだったのに。誠一がこのまま逮捕されれば、島村の当主は俺になってたんだ。探偵さん、あんたに分かりますか。いや、ごめん、全然分かんないや。こんな小さな島で島村みたいな家の分家でいる辛さが、いや、全然分かんない、ごめん。島出ればいいと思う。通が当てもない遺産や秘宝の話ばかりちらつかされ続け、おまけにイサムみたいな生意気なやつが本家筋で目上気取りで威張り上がる、そんな暮らしをガキの頃から続けてきてみろ、誰だって。で、島から出ればいいと思います。しかしだからといって殺人の言い訳にはなりませんよ。あなたは間違った道を選んでしまったんだ。国雄さん、黄金像は返してくれるな。はい、残念でした。国雄、おつおつ。こうして祈願島で俺たちが巻き込まれた連続殺人事件は無事に解決し、里美さんとミキさんはずっと別れたままだった。お兄さん、誠一さんとの再会を果たした。え、こんなざっくりなエピローグ